難関資格の最短ルートはアガルートそれでは始めていきたいと思います、えー、就職試験対策講座で、ね、早速やっていきたいと思いますということで、えー、担当いたします講師の橋口ですよろししくお願いいたします はい、えー、まずですね最初にこの就職試験対策講座のねまあ意図するところですねちょっとガイダンス的なところを話をさせていただいて、えー、それでね早速内容に入っていきたいと思います、えー、まずですねあのこの講座何を目的としているかというところですねまあねあの皆さんまあ様々な民間企業であったりとかねまあ、公務員とかを受験される方もいらっしゃるかなと思うんですけどまあ、そこでまあ筆記試験まあ、筆記試験が出ない試験というのはまあほとんどないですから、えー、筆記試験が扱われますとでその筆記試験いろんな試験がねまあ実際まああのね一般 的にはこうね使われてたりするんですけど、まあ、その中でもね、まあ、特に重要なものっていうのをピックアップして、えー、対策ですね、まあ、していきましょうというのがまあこの講座の目的ということになりますで、えー、おそらくまあ皆さんいろんな企業を受けていろんな採用テストあるかなとねまあ分かったかなとね分かってご存知の方もいらっしゃるかなと思うんですけど、まあ、特にねまあ多いものをここでは取り上げていこうかなと思います、えー、特に多いものは何かというとまあ SPI ですね SPI3 と呼ばれるものリクルートマネジメントソリューションズというところ が開発している SPI ですね、まあ、SPI 非常に出題される企業が多くて、まあ、採用している企業が多くてで、まあ、それ以外にも、ねまあ、いろんな試験あります玉手箱だったりとかキャブとギャブだったりとかね TG ウェーブだったりとか、まあ、本当数えればもうきりがないほどあるんですけど、まあ、その中でも特に重要な SPI について紹介していきましょうというのが、ね、この講義になります。でちょっとまずですね、えー、とテキストの方ねあの皆さんねお持ちかなと思うんですけどもちょっと画面の方でも映しますね。 えー、テキストの方を見てて、いいただいてこちらですね。えー、とまずはねあの今回ちょっと簡単に各省の構成ということで全体の内容を確認していってで、まあ、どういうふうに対策をするかというのを説明していこうかなと思います。で最初にちょっとね、まあ、注意として説明しておきたいところなんですけどまあねあのいろんな企業があっていろんなテストを使ってるんですけど人気の高い企業ってやっぱりまあ難しいテストを使ってたりするっていうケースは多いです。えー、SPI よりりもも難しいい採用テストっって、まあ、たくさんんありますから、もちろんそういうのを使って っているところもあったりするので必ず情報収集はね、えー、しておいてほしいなというところはありますでまあ、そういう難しい試験とかを使っている企業もあったりはするんですけどただやっぱりねあの基本は spi かなとまずは spi の対策を始めることが、えー、筆記試験対策の基本になるんじゃないかなと思いますまあ何よりね利用率が高いというところもあるし、えー、他の試験ともまあ内容素材テーマですね重複するというところがありますからだからまあそれをね踏まえて spi の対策から始めていくといいかなというところ ですね。 でちょっと簡単にね、えー、どういう出題テーマがあるかと見ていきたいと思います一応こちらの方にね、えー、とショーのタイトルとあと対応する試験とかもね簡単に挙げておきましたんで、えー、こちらね参考にしていただけるといいかなと思うんですけどねでちょっと注意してほしいところとしては結構ね割合が多いんですよね、えー、割合の計算の話っていうのが結構多く出てくるまあこれ SPI 以外にも他の試験とかでも結構そういう部分ありますけど、えー、ちょっと注意しておいておきたいなというところですかね、えー、例えば、まあ、こちらの画面で、ね 映しているところで言うと、えー、例えばもう割合の基本。 売買の計算、濃度の計算、料金の割引、もうこのあたり全部割合の話ですね、割合の計算で、優先度としては非常に高いです。なので、しっかりね準備をしておかなきゃいけないと、まあ、SPI で基本的にすべて出てきます。で、こちらに書いてあるこの手とかペイとかって何かというと、えー、とこれテストセンターですね、えー、テストセンターっていうのは、その企業がね指定したまあ会場にえまあ日時をね、あのこれ日時あの受験生の方で決めることできるんですけど、一定期間内に受けてくださいという形になっているものをテストセンターです。 ですね はい、あとはペーパーテストですね、まあ、これはあの紙で受験するものになりますで、紙で受験するところはまあかなり減ってるかなというところですね、もう最近はもうテストセンターが主流なので、えー、まあパソコンで受けるという形ですね、まあ、そちらが一応、ベーシックになると思ってもらえるといいかなと思います。で、この W っていうのは何かというと、えー、ウェブテスティングですね、えー、これ、自宅受験ができるというものになりますね、まあ、ウェブテスティング、自宅受験ができるので、時間の都合もものすごくつきやすいというところもありますし、あとはね、 あの、まあ、計算とかは電卓使ったりすることも可能ではあります。だから、まあ、そういうところもね、あったりしますね。 はいまあ、一応ねこの3つの形式でどのテーマがどの形式で出てるかというのを、ね、一応簡単にまとめてありますのでこちらね中身確認してみてください。で1234はそうだしあと56もそうですね分割払いとかあと物の流れと比率これも割合の話になりますねちょっとねこの物,物の流れと比率については素材頻度というか、まあ、優先度としてはちょっと低めですね SPI でもペーパーテストでしか出てこないので、まあ、基本的には低めというふうに考えていいんじゃないかなと思います。 であと他にも文章題ですね。えー、文章題も速さの文章題もこれはねもちろんいろんな試験種で出されますね。あとは、えー、鶴亀山年齢山整数の問題とかですね。まあこれはちょっと出題頻度下があるかなと思いますね。s p i では基本的にはこの鶴亀山とか年齢山ってまあまあ出てこないかなと。で他の試験で結構出てくるということがあると。まあスコアというのを一応ね上げておきましたけどね。 はい、なのでまあ優先度としてはちょっと低いかなと。でその次が90倍の数確率もこれは非常に素材頻度が高いですね。もうこれしっかり押さえておかなきゃいけないところですね。あとは集合の問題というのもありますね。これもいろんな試験手で出題されます。あととは代金の生産これちょっ SPI ぐらいかな ですかねであと他にもブラックボックスとかグラフと領域ですね、まあ、これはねもうほとんど世代頻度としては低いので優先度は本当後回しでいいかなと思いますね。もう星1つのものに関しては、まあ、後回しでも全然いいかなと。 えと資料の読み取りですね、まあ、これも一応星1つにししておきました、えー、と資料の読み取りについても形式はちょっと慣れておかないとね、えー、まずいかなという気はするんですけど、まあ、基本的にはそんなにこう優先してやるかっていうものでもないかなっていう気はしますあとちょっとね難易度が高いということもねあったりしますね。はいで他のところで他のテーマでいうと「命題」ですね「命題」とか「推論」ですね、まあ、これもまあ,まあよく出されますねここはね。 やっておかなきゃいけないで判断推理ちょっと判断数理ってなってますけど判断推理ですねえ判断推理とかあとは四則演算もうこのあたりになると spi 以外のものですねえー、もうひたすら計算させるっていうものがね中にはあったりしますと。あとは空所補充ですねまあ、表の空欄を埋めてくださいみたいな問題ですかねもうこれもここら辺もたまって箱ですね であとは20番、正多面体とかですね、まあ、これは TGA 部、結構難易度の高い採用テストですね、えー、そこで取材されるもの、あとは図形の問題とか、あと暗号の問題ですね、まあ、こういうのも出てきますよということになります。で、これ、ぱっと見ていただいて、結構ね、いろんなテーマが取材されるなというところがね、分かるかなと思います。SPI に絞っていえば、特に上の部分ですね、17番までのところですかね、1番から17番までのところ、ここをしっかりね、押さえておくことが大事かなと思いますね。 でやっぱり何よりまず最初にやらなきゃいけないのはやっぱ割合だと思います。えー、割合をしっかり復習しておくことですね。えー、こちらのテキストののにもね書きましたけど、まあ、中学校までの数学で勉強したものが多いですがと、えー、大体まあ中学校の復習になると思います。えー、一からやらなきゃいけないテーマっていうのはほとんど存在しないですね。ただ形式的にあんまりこう見慣れない形式ですねっていうのがまあ結構あったりするというところになります。なのでまあこのつだテーマをね一覧確認していってまあ上から順番にねこうつして ていくというのがま基本的なやり方としてはいいんじゃないかなということですね。で、えっ、ー、とまあ、何点ぐらい取ればいいかですね。まあ、基本的にこの採用テストは何かこう自己採点できるって言うわけではなくて、何か採点されて帰ってくるっていうわけでもないので、自分のこう手応えですね、えー、そこで判断していかなきゃいけないっていうところになるんですけど、まあ、とりあえず一応の目安としては6割ぐらいと思ってください。半分ちょっとはできたなぐらいな感じですね。 でもちろんそれより上を目指すっていうこともできますけど、えーまあ、民間のサイエテストとかの場合は、ね、あの筆記試験で一気にギュッと絞るっていうことは、まあ、あんまりないので、まあ、よっぽどねこう受験者が多い企業とかであればまた別ですけどね。なので、まあ、とりあえず6割ぐらいの得点率っていうのを目標にしていただけるといいかなというところですね。 ちょっととそれを踏ままえていいただけるといと思いますあとですねあのテストセンターってこういろんな企業を受けていくと何回も何回も受けることできるんですけど使い回しとかがね、えー、できたりしますで使い回しした方がいいのか新たに受け直した方がいいのかって結構ね、あのー、どうしようかってまあ迷うと思うんですけどあかなりできたなっていう手応えがあるんだったら、まあ、それをそのまま使って、ね、出していけばいいんじゃないかなと思いますで、あちょっとこれ失敗したなもう一度受けたいなっていうんだったらまたね受験するということでいいんではないかなという感じです。 me. はい、いいでしょうかであとね、えー、とちなみにまあ言っておくと,、えー、と最近だとまあ誤ビュ率と呼ばれるものですね。まあ、誤尾率って何かとというと間違えた割合ですね、えー、要は時間がなくなっても適当マークするってなるとなんかもうバン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 こう、ね、間違えてしまってで間違えた割合が多くてそれが点数から引かれちゃうっていう、まあ、そういうのを誤ビュ率,率っていうのがあったりするんですけどこれを使ってる採用テスト最近はほとんどないです。一一部部ね SPI ででも一部の形式で使 使ってるものというのはあったりするんですけど、まあ、基本的にはさの測定はされていないので、まあ、時間がなくなったらもう適当に回答してしまって基本オッケーという,ふうに思ってください。で、この辺りも事前にちゃんとねあのどの採用テストを使っているかっていうのをある程度こう情報収集がねできれば調べておいた方がいいかなと思うんですけど、まあ基本的にはま適当マークにしてしまってもいいかなというところですね。まあ、とりあえず途中まで分かったけどちょっと分かんないね、ちょっと最後までいけないなと思ったら、まあこれっぽいかなぐらいのものをマークしておくと。 ととといいいいいいう感じじで、えー、進めていただけると、ね、いいんじゃないかなか思います、えー、特にまあ試,験、ね、試験によっては、えー、回答時間が非常に少ない採用、えー、テストとかもあったりしますから、まあ、そういうところもねちょっと気をつけておきましょうということですね。えー、とあとは、えー、とテストセンターとかの場合ですね。 えとまあ、先ほどね話しましたけどウェブテスティングの場合だったらねウェブテスティングだったら、まあ、基本的に電卓を使うことができるので電卓を使う練習もねしておかなきゃいけないと思うんですけどテストセンターの場合ですね、えー、テストセンターの場合は、まあ、あの紙と鉛筆がねあの用意されるわけですよでそのメモ用紙に計算をしなきゃいけないっていうことになるのでメモ用紙の使い方はやっぱり練習しておいた方がいいんじゃないかなと思いますねなので計算練習は是非すべきですあのどうしても電卓にね、まあ、頼ってしまいがちなんですけど あのしっかりねあの紙でしっかりこう手で書いて計算するね筆算の練習ですね、えー、それはししっかかりしておいいいいた方がいいかなと思いますねある程度こう選択肢によってはあの計算過程がはしょれるとかね、まあ、先ほど見たあの四則演算とかね、えー、そういうテーマだと計算過程がはしょれたりとかっていうこともあったりするんですけど、まあ、基本的にはちょっと練習しておかないとね、えー、まずいかなというところですね。 でこの辺りの採用テストって基本的に対策のの仕方は問題演習なんですねあの市販の問題集とか参考書とかねあの見ていただければわかると思うんですけどまあいっぱい問題が載ってるわけじゃないですかなのでまあ結局はもうとりあえずひたすら解いて練習なんですよなのであのしししっかり問題演習はしていいなと思います、えー、とこちらのテキストでもねあの問題はある程度載せてあるんですけどやっぱり問題ねもっと解いてほしいなれねあの解ける時間があるんであればもっと解いてほしいなと思うので市販の参考 報酬とか問題集も例、ね、えとこのテキストに載せてあるのもあくまで限定的な形式の問題になってしまうのでいろんな形式の問題ね見ておいてもらうということも、えー、大事ですからしっかりねその辺りも踏まえて、えー、いただけるといいんじゃないかなと思いますね。 はい、そんなとこでしょうか、えー、ちなみにね、まあ、結構あの質問であるのが「どういう問題集使ったらいいですか?」とか、えー「おすすめの参考書ありますか?」とかね、えー、そういうことって結構聞かれたりするんですけど基本的にあんまりないんですねそういうのはね、あのー、もう本当自分にとって解説がまあ分かりやすいかどうかですねもうそこに尽きるかなと思いますのでちゃんとね、まあ、その辺りを踏まえてあの本屋で立ち読みするなりしてね、えー、調べてみるといいかなと明刀、まあ、してみてあ「この解説分かりやすいな」っていう本を選ぶという感じでいいんじゃないかなと思います。 思います結構あの年度ごとにこう出版されてたりしますけど年号を変えてるだけで中身ほとんど変わってないとかねまあ結構あったりしますからだからその辺りはねあのあんまり気にせずですねえ対策をしていただけると問題演習やっていただけるといいんではないかなと思います。 はいいよろしいでしでょうかということでねじゃあまあ最初のねガイダンス的なところはこれぐらいにしてですね、えー、本格的に内容ね、えー、見ていくことにしましょう、えー、しっかりねまあ、隙間時間使って、えー、やっていただければねあのほんとコツコツやってもらえればあこれって見た形式だなとかねあのー、テストセンターとかも何回も受けてるとあこれって同じ問題ついまし,してるなとかねまあ、結構ありますから、えー、そのあたりもねあの問題演習慣れていくというのも大事だしあとはね、えー、と就活のこうサイトとかでねあの模擬のなんか作用テストみたいなのやってたりとかねまあ、いろんな、えー まあこう受験する機会とかあったりしますしあの採用テストを受けるために民間の,こう、ね、あの企業をいくつか、ねまあ、複数受けてみるとかで練習してみるというのもあったりしますからねそのあたりも考えていただけるといいかなとあとはねあの公務員とかでも特に最近は、えー、市役所中心に、ね、SPI とか、えー、民間企業の使う,こう採用テストですねこれを利用しているところありますから、まあ、そこの、ね、対策にもなるかなと思いますので是非ね、えー、ここから先頑張っていただければいいかなと思います。はい、ということでじゃあガイダンスはここまでということにして いきましょう